フランス。うわ、グランズ、ベンジミフリス。アニマ、もうアニマの噂られたんです。はい。待ってます。数学を、キュン。使えるキャラなんです。で、かわいい。10回目だな。10回目です。グランズ、タッチ。カグラ、先月のはロードでアニマが欲しい。またオラクル、これ2体目のオラクルなんですけど、もうポイントに納入したんですけど、はい、次いきますね。カグラは結構強いキャラなんです。弱点ダメージアップとかできるんです。雷と水属性だけ。11回目かな。グランズ、バーンチ。ユラ、またユラ。アニマのがさっきやったからもういいや。これ、また、すごく使えるキャラです。けど持ってます。12回目。グランズ、ブレイブバスト。アーロン。アニマ。4体目のアニマルです。まさかね、アーロンは、もう、何体も出たんですね、アニマル。何体目？まあいいや。次行きます。グランズ、ガード。なんだそれ。リノン、アニマ、持ってます。アニマの空だったんです。またすごく使えるキャラなんです。リグネスみたいなんですけど、闇属性と、光属性。攻撃に付与できるんです。14かな、これ。グランス、バーンジ。またイフリス。またアニマ。もういいよ。二体のアニマイフリーゼは育てないんです。15ですね。グランズ、グレーブバスアルファ。待てます。また、アリーナで結構使えるんです、アルファ。でも、クエストにはそんなには使えないんだな。16回目です。ずっと虹でいいですね。けど、新しいネグ出したよ。グランズ、スーパーブリムバースト。ユリーナ。乗ってます。アニマの方。またアニマです。けど。2体目は育てないな。1体だけで十分です。17ですね。グランズ、ベンジ。またレイス。さっきはアニマだったからもういいや。ブレイク。アニマの方がいいんですね。やっぱり。18回目ですね。グランス、スーパーブリーフバースト。かなぁ、もういいよ、持ってます。アニマ、アニマを持ってます。もう剃られたんです。リオマはまだなんですけど。18だっけ ?19。グルーズ、アパカート。クエド、アニマルはまだ持ってない。ルイカ、今回。ミア、ガリアンでも OK。
もう20回です。楽しい夢とはまだ伝えてるんです。で、確率がまた同じじゃないですか、これで。ナソルダー、いいよ、持てます。そんなに使えるユニットではないんです。多分カールの試練だけで使えるんですけど、使わなくてもクリアできるんです。まあ、微妙なキャラなんです。フランスを出して、またガグラ。今回はアニマでガーディアン、まあいいや、ロードは剃られたから、ガーディアンとかブレイカーとかちょっと中途半端なので、アニマじゃなかったら2体目は育てません。ジニーです。クランス、またトーラあ、やっぱりね、で確率がそんなに良くないんだな。ダイヤ3個で虹色確定か。なんかな。出ないんだな、やっぱり。クレア。持ってます。台湾23で24だな。フランス、出して。またイブリンス。ジゴです。クランズベッジ。ディザーアニマ、初めてか、初めてだな、アニマディザーは。いいや、育てるのかは、ない。育てません。かもない。グランズ、タッチ。リゼ、モイを持ってます。アニマ2体。2体目のアニマです。何回目だ ?27 だな。グランズ、ベンチ。新しいネットぐらい出して、まあ、カクラだったらアニマぐらい出して、27、28、いや、クランス見てないだち。おお、リベラーです。リベラーブレイカー、オッケー。ブレイカーだったらオッケー。これキーとか雷属性じゃない。BB は防御、回復力アップで、バトルクリスタル、ハートクリスタルアップで、あ、SBB が非ダメージ、GBB ゲージがすごく、すごく使えるキャラみたいです。何回目？ね、あれは28回、29。フランスを出して、また言うな。オラクル、ポイントだな。ポイントは限界だな、もうそろそろ。30回目ですね。まさかの新しいユニットがまだ見たいですか。フランス、ベンチ。ディオンです。アニマーで、ガリアン。ガリアンはいいんです。育てたやつはロードだから、ガリアンにするのは結構意味のないんじゃないかな。